星座。ここでまたあの回想シーンみたいのを見て、その後扉が開くっていう流れかな。となるとそろそろここも終わりかな。進化のような人、ジブリに出てきそう。カマンカマン、火欲しいの？お、さっきのラミエルのようなものが結構出てきたよね。あれがぐるんぐるん回って動力となって浮かべてくれて、火を灯すと熱っ。渡されちゃった、熱っ。お、浮いてっちゃった。飛行石か。こうやって作られていたのか。宇宙綺麗。コントロールは難しいけどね。おう、杖だったのか、これは。ラブラブ、ラブラブカップルシップじゃん。おお、明らかにされた。壁画のように、壁画が解読されたかのように。これ、今まで出てきた、いろいろな、うん、星座だよね。それはここで、全部完成したってことか？今の壁画の右上に書いてあったやつ、あの、襲ってくる監視ドラゴンかな。ああ、今まで出てきた人。お、俺に一礼を。よくぞ繋いでくれたと。星を紡ぐ子供たち。うん。その子供たちが星を紡ぐことで、彼らの魂が救われる的な。はっ、今のは。おっと。どうしました？天気崩れてるよ。どっち行けばいい？ここ入るとホームだろうし、暗くて見えねえ。自分自身は見えるけども、お、でもこの雷のおかげで少し明るくなるね。20分の20、よし、足りてる。ここはメインストーリーというか、普通にやっとけば足りる感じなのかな。風が強そうだ。こんにちは。そこにもホーム行きのやつがあるね。カップルシートだ。お、これは火を灯し、エネルギーが足りてない？そういうわけじゃない？お、いけた。最後の門が開いた。最後の門かどうかわからんが、このホーム行きの、お、この扉の先では天空へと続く光が待ってますが、光にたどり着くために、え、翼を犠牲にする覚悟が必要です。え、やだ。素直な気持ちが出ちゃった。どうしよう。俺飛んでたい。まだ遊びたいんだけど。我はもっと遊びたい。あれ？戻れない。あ、いけた。この扉がさっき開けたところか。いい BGM だ。なんかドラクエ味もあるね。あー、この絵いいね、なんか。人がいて、手前にこのぼやけ具合の草があり、そしてあの暴風域行くか。お、何イチャイチャしてんだよ、俺も混ぜろよ。さて、あの暴風域、
行ってみるか。翼を失うかもしれないってのはどういうことなんだろう。ダメージ食らった時みたいにどんどん減っていくのかな。回復はできんのかね。おお、さすが暴風域。スカートの中身が大変。風もあって、うーって感じになってるね。細かいな、ほんと絵が。ぴょんこぴょんこ。ここはあれか、各マップの、あの、入り口ゲートのように。おーっと、心の準備ができないまま、ゲートが開いた。さあ、行くぞというか、さあ、行けよと言わんばかりに。この扉の先では天空へと続く光が待っていますが、光にたどり着くために翼を犠牲にする。うん、待って、一緒に行こうよ。ちょっと同伴。フレンドだろ。ちょっとめっちゃ風吹いてるけど。ノーセンキュー。これ断られてんだな。うん、やだよって。よいしょ。うおー、つらい。嵐の猛威を侮ってはいけません。翼を守り抜くために仲間と力を合わせて挑みましょう。ほら、一緒に行こうって言ったじゃん。だからちょっとなんかいないんですけど、こういう時に限って。よし、じゃあ君は炙りサーモンだ手つないでいこう。よし、つなげた。んこれ、それ帰ろうとしてる行くぞ。なんというところだ壁だ。んこっちじゃない。あー、閉まっちゃったごめん。よーし、今度こそ。もっといないかな。あれ、炙りサーモン。どうした、サーモン。手つなごう。もしくはあの、連れてって。お、引っ張ってもらえてる。位置を逆にした。こうやってね、自動で引っ張ってもらえるんですよ。お、いるいる。ちょっと君も一緒に行こう。なんだこれ、何の光じゃ。なんだろう。あそこでうずくまってる子を一緒に連れてきたかったな。うおーうおー、岩石が。大丈夫か、大丈夫か、サーモン。炙られてる。わあ、岩石を食らってダメージ食らってるね。こうやってかがんで回避しつつ耐えつつ進んでいくってとこなのかな。全く俺操作してません。炙りサーモンに頑張ってもらってる。持つべきものはフレンドよの。これで進んでいけばどうにかなるね。こういう温まりポイントでね、翼を回復しつつ。わーい、光の、なんだろうこれ。おっ、なんか灯せるような感じだったけど。わあ、眩しい。炙られてるよ、炙りサーモンとともに。かっこいい、この耐えている感じ。光の子、なんかすごい子がいるぞ。おっと、ぴょんぴょんこしてジャンプ。炙りサーモンジャンプ、サーモンジャンプ、ジャンプジャンプ、サーモン飛ぼうぜ。もはやもはや翼でちょっと飛ぼうぜ。無理なのかな、ここは。飛んじゃうと吹き飛ばされちゃうのかな。
一回自分で進んでみろっていう話だけど。光の、あ、どっか行っちゃった？間をくぐり抜けて、おお、なんだろうこれは。宮殿、いや、お、経験値くんがいるじゃん。しっかりこういうのも取って、うん、屋内は割と安全だね。ここで、あれ、サーモン、はいよ、どうした、サーモン、暴風域、待てサーモン、これ君におんぶ抱っこしないと。これでくっついたかな。お、なんだ、獣の方向のような扉が開いた。何が飛んでんだこれ。うわー、あいつじゃん。こんなところにもむしゃむしゃドラゴン。さも手つなご。よし。行く？サーモン。オッケー。パッポ。サーモンと手をつないで。うわ、なんか、チャイムのようなメロディーだったけどね。キンコンカンコンみたいな。しかし、恐ろしい。うわ、めっちゃいっぱいいんじゃん。何匹いんのあれ。ほんと暴風域と言わんばかりに竜の巣のようなぐらい。この赤い花はきっと触らない方がいいんだろうな。おっと、サーモンどうした。あ、サーモン燃やすよ、燃やす、サーモン、えい、光、えい、火を与えてあげて。手をつないでるからなんか。おっと、サーモン、サーモン、サーモン、お、サーモンが飛んだ、飛んでサーモン。しかし戻ってないか。風で飛ばされたのかな。どうするサーモン。あ、ごめんサーモン、俺先行だった今。あれ、サーモン、サーモン、サーモンいなくなっちゃった。サーモン落ちた、落ちもん。うおー、竜もいるからな。竜なのかわからないけど、一人でいけるか。くそ、あ、サーモン、サーモンどこだ、サーモン、サーモン、そんなとこに飛ばされてたの。サーモンごめん、燃やす、炙る、一緒に行こうサーモン。お、手つないで帰んのサーモン。ダメだよ、先へ進もう、先へサーモン。足が引っ張ってもいいんだね、一応。よいしょ、うわ、厳しいね。あの土管の中に入りたいけども、これ一定周期で、おっと、うわー、ダメだ、飛べない。ドッキング、サーモンドッキングだ。あの岩が来る前にとっとと行った方が
いいんだろうな。これ耐える。エモーションの伏せるやつとかやった方がいいかな。怖っ。よし、急ごうぜサモン。とりあえずそこに入ろう。ふう、サモンいい。ここは大丈夫だろうけど、この先に巡回ドラゴンいるからな。あのサーチライトに当たらないようにしたいけども、プラスでこの暴風でしょう。サーモンどっち進む？サーモンどこ行く？これどこ？サーモン、サーモンなんか意味ちゃんの。サーモンもうこれどこ進んでるのか分かんないよ。サーモン水路だね。サーモン、サーモン今君に引っ張られて飛んでるけど、結構暗いからな道が分かんないよ。サーモン、この辺りに竜はいないっぽいけども、いける？サーモン飛んでいける？ちょっと厳しいんじゃない？戻ってるか。これどっちなんだ、来た道なのか、それとも肩車だねサーモン。サーモン今度は俺が先行するよ。よいしょ。音がすげえよな。下手に飛んでいくと、ん？なんだこの赤いの。さっきもあったけども、ちょっと近寄らない方がいいかな。登れそうなところが。サーチライトには当たらないようにしないとな。どっかに登らなきゃいけなそうだね。その土管の中とかは入ってみるか。よいしょ。うおー、音が。ん？しかし何もない。うおー、これはなんだ、鉄とかそういうののきしむ音なのか、それともあの恐竜の声なのか。ん？サーチが怖えな。進む先がどこだか分かんないんだよな。あの上の方ではあるんだろうけど、あ、そこ階段っていうか登れそうな。やべ、もう危なかった。お、サーモン先行する。サーモンそこ階段っぽくなってて登れるよね。うん、そうそう、そこサーモン、そこモン。よしよし、いい感じサーモン、いい感じ。ああ滑ったねサーモン。気をつけて、翼エネルギー足りてる。サーモンまたここピョンって乗って飛んじゃえばいいんじゃない。竜来てる。どうしたサーモン。サーモン今俺鉄骨貫いたよ。サーモン君自分が飛べばいいと思ってるね。俺の頭蓋が今鉄骨とごっちんこしたんだけどね。サーモンあっぷね。サーモンちょっとビビらないで、サーチライトに。俺もビビったけど、ここは怖いな。サーモン